皆様こんばんは、桜井よし子です。言論テレビは今夜で500回目を迎えました。皆さん本当にこの長い年月見てくださってありがとうございました。応援もたくさんいただきました。ありがとうございました。そこで今日のこの記念すべき500回の日、特別のお客様をお迎えしております。元内閣総理大臣の安倍晋三さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はですね、この500回目ですけれども、1回目が2012年の10月26日なんですが、その時のお客様が安倍総裁だったんですね、はい、当時の自民党総裁で。ちょっとその VTR を、はい、2分ちょっとなんですけども見てくださいますか。ではよろしくお願いします。桜井よし子です。毎週金曜日夜9時、私のオフィシャルサイトからお伝えいたします。桜ライブ、君の一歩が明日を変えるです。日本を取り巻く情勢、本当に厳しいものがあります。こうした中で情報をあなたと共有して、問題意識を共有して、一緒に日本を良い方向に変えていきたい、そんな思いの番組です。地球全体をこう俯瞰しながらですね、はい、戦略を構築していく必要があると思うんですね。まずは日米同盟関係をですね、はい、信頼関係のある、同盟として、再構築をしていく必要がありますね、はい。まあ、ですから私は総理になったら、当然日米首脳会談を一番最初に行ってですね、うん、で日米関係は回復したと、うんうん、強い日米同盟が戻ってきたということをですね、うん、内外に示していく必要がありますね、はい。大分県の講演で、日銀は政府の子会社なので60年で国債の満期が来ても返さないで借り換えて構わないと、子会社のようなものだといったことがすごく、まあ、ネットで批判されているというか、このことについての総理のこのご説明はですね、別に子会社だといって日銀を見下しているわけでも何でもなくって、国の財政金融の仕組みをおっしゃっただけなんですよね。そうですね、うん、これね、ずっと私いつの講演でも、はい、もうちょっと長い時間があれば丁寧に説明しているところもあれば、ですから多くの記者聞いてますから、だいたいそれ聞いて納得してますので記事にしてなかったんですが、うん、はい、後にたまたま時事通信の人がですね、地方の方がね、書いたんじゃないかな、で今まで聞いてなかった人が書いたもんですから、はい、よくわからないで、書いたらしいんですが、はい、そこでですね、私が申し上げたことは当然分かりやすく話をしますから、比喩的に話をしたんですが、まず国がですね 55%、出資してますよと、株を持ってますよと、はい、分かりやすく言えばですね、はい、株を持ってますよと同時に、国が、国債の利払いをしたものはですね、これは、経費を取り除いて基本的には日本銀行は政府に納付するんですね、はい。こういうファクトを前提にですね、また日銀の総裁や審議委員もですね、これは国会あるいは政府の中でどういう人にしようかということを決めながら、形式的には国会で決めていきますね、はいはい。ですからそのことも踏まえてですね、日銀は政府の子会社のようなものだって、はい、統合政府的な考え方のもとにお話をしたわけですね、はい。で財務省 もですね、はい、子会社ではないという答弁するんだけど、会社法上の子会社ではないということでしょ、だって会社法上の存在じゃないですから、日銀法上の認可法人ですから、会社法上の子会社ではないのはこれ当たり前なことなんです、ですからそういう比喩として使ったことは決して間違っていないというふうに、思いますよね。その国家の経済はこの財政だけではなくて金融にも大きく影響されるわけで、金利とかいろんなもの、どれだけの国債を発行するのかということと、表裏一体ですよね。そういうことであってですね、安倍政権ができる前は全て日本銀行に任せていたんですが、はい、それはやはりおかしいなという考え方のもとですね、私も統合政府的な考え方を持っておりますので、はい、政府と日本銀行はアコードを作ったですね、日本銀行は 2% という物価目標に向けて、あらゆる、金融政策を行っていく。具体的な金融政策においてはこれは日本銀行に任せますよということはずっと私申し上げている通りなんですが、目標を設定はまさにアコードでですね、政府と日本銀行が共有する必要があると。でデフレ脱却をしていくという目標ですね、これはまさに政府がこれは強くそれを考えて、そういう方向において私は黒田さんを選んだわけなんですが、防衛費、
についてですね、はい、そうです、あのよく防衛費を 2% というとですね、うん、これは 2% とかそうではなくて積み上げなきゃいけないという議論をする人がいるんですね、はい、まあ、だから私はそれは積み上げなきゃいけないという議論をするのはですね、まるで、主計局の主査レベルの顧客人的発想でですね政治家 がですね、安全保障論、あるいはその安全保障論の中でですね、はい、国家戦略というものが、ね、スポンと落ちてしまってるんですね、そう残念なんですが、政治家がそんな話をするのは、はい、だからじゃあ 1% の時にですね、積み上げた結果 1% になったんじゃないですよ。 1% という予算制約の中でベストを何とかしようとしてるんですね、はい、ですから今度はですね、この 2% は何かといえばですね、 NATO30 カ国ありますね、はい、1カ国の例外もなく 2% コミットしてるんですね。 2% 達成していますよ、達成していこう、はい、達成している国もあれば達成について明確な道筋を示している国もありますし、ドイツのように基金をどんどん作ってですね、はい、達成していく。でお互いになぜ GDP 比で約束をしているかといえば、それぞれの国の経済力に見合った責任を果たしていくということなんですね。その責任を果たしていく、責任目標を共有していく、はい、そこに向かって進んでいくということで、お互いが信頼関係を構築していて、いざという時にお互い助け合える関係になりですね、はい、それが同盟の中隊になっていくんですね、はい、つまりそれは国会意思なんです、はい、まあ、だからこそ日本がですね、今度 2% 達成5年で、これは国会意思なんですよ。その国会意思を示していく中においてですね、どのように使っていくか、これいくらだって積み上げなんていくらだってあるんですよ、はいはい、で積み上げどうのこのって言ってる人たちはですね、じゃあ今積み上げたら十分なのか、これはもう全く十分ではありません。弾はですね、機関銃の弾から、ミサイル防衛の SM3 に至るまで、はい、ほとんど十分とは残念ながら言えません。全く不十分のところも、まあ、これはあの防衛上のですね、まあ、弱みになりますから、あの総理大臣の時も言えなかったんですが、この際だからはっきりと言わなければいけないと思います、はい、あの継戦能力ありませんから、あのミサイルを撃ち出すですね、この、あのものはあったとしてもですね、はいはい、中に弾が入ってないミサイルが足りない、弾が足りない、非核三原則とかね、アメリカの拡大抑止というだけでおまじないのようにこの2つの札をこう身に持って、それで議論があの向こうに逃げていってくれるという時代じゃないと思うんですが、どうですかこの辺は。あの小野寺さんが、はい、アメリカに出張した際ですね、はい、今あのご紹介いただいたように、もしプーチン大統領が戦術核を使った場合、はい、アメリカはそれに対して戦術核で報復するかどうか、はい、その際 NATO だけではなくて日本にも相談するかもしれないという話があったわけですね、はい、でこの相談するかもしれないということは何を意味しているかということを考えなければいけないと思うんですが、はい、戦術核を使ってもですね、うん、相当数千人、場合によっては万を超える人たちを一瞬のうちに殺害するわけですよね、そうですね、殺害する、はい、その責任はですね分かち合えると言ったわけですね、その決定は、はい、アメリカがやったんだからね、アメリカが決定してやったんだからねということではなくて分かち合いましょうということなんです、ではなぜ日本にもそれを言ってきたか、といえば日本に対して拡大抑止、核の傘を貸しているというのは、そういうことだと、いうことだと私は思います。あの、現実から目をそらすなということでもあるんだろうと思いますね、いわば核の世界はもうアメリカに任せっきりで、実際に核を使用するのはアメリカが使用している、ということであればですね、その使用した結果について日本が全く責任がないのかということになってしまうわけですね、ですからそこで、共同責任でやっていこうということだと受け止めなければ私はいけないんだろうなと。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、
そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、カナダ編集長の右向け演技の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。